こんにちは。今日は NCT のウィンウィンの占い鑑定第2弾ということでお送りしたいと思います。すでに第1弾はアップしていますので、興味がある方はぜひご覧ください。ウィンウィンの占い鑑定第2弾は鑑定を受けてくださったお客様からのリクエストにお答えしています。私が思うウィンウィンのいいところ、それは何と言っても愛想笑いをしないところだと思います。アイドルなので愛想笑いというのはまあセットと言いますか、別に面白くなくても笑顔を浮かべていたりですとか、笑うというのはまあ仕事の一環でもありますけれども、ウィンウィンはアイドルにしては愛想笑いをしない方だと思います。そして結構なんて言うんですかね、おとなしいと言いますか、自分の感情をそんなに表に出さない、そんなところが本当に魅力的だと思います。かといって私は愛想笑いをする、愛想がいいアイドルが嫌いというわけではありません。ただ全員が全員そんな愛想笑いをするようなアイドルばかりでなくてもいいと思うんです。その点ウィンウィンは本当に愛想笑いもあまりしませんし、自分の感情に結構正直に生きているタイプだと思います。そういうところがとてもいいと思いますね。実際にウィンウィンの性格、人間関係の特徴としましては、仲良くなるには時間がかかるタイプです。自分と相手の境界線というのははっきり分けていますので、一見仲良くなりそうに思えても仲良くなるにはかなり時間がかかり、無意識だとしても時間をかけて仲良くなりたいタイプとなります。そしてウィンウィンはユータとも仲がいいですよね。ユータがウィンウィンのことを可愛がっているという感じで、ウィンウィンもユータに懐いているという感じだと思うんですけれども、ユータも同じようなタイプですね。ユータも仲良くなるまでに時間がかかるタイプですし、好き嫌いというのがはっきりしています。ですからこの2人は本当に仲がいい、心を許していると言えるのではないでしょうか。ウィンウィンはですね、もともととても優しい方で、みんなに分け隔てなく優しい心を持つという、そういう性格だと思います。でそれゆえ優しいところはとてもいいところなんですけれども、自分が優しくて人の犠牲になってしまうという面もあるかもしれません。犠牲的精神があるということですね。それはいいことでもあるんですけれども、あまりにも行き過ぎてしまうと良くない、自分が犠牲になればそれで済むんだですとか、他の人の苦しみを代わりに背負ってしまうですとか、そういうことが起こってしまうかもしれません。ですのでこの世での、この世といいますか、現在のウィンウィンの精神的な課題としては、そのような自分の思いやりですとか優しい心をどのようにして日常生活の中で生かすことができるかというのがウィンウィンの課題になってくるのではないでしょうか。次に私が思うウィンウィンのいいところです。それは他の人に迎合しないということですね。具体的にはいくら他の人がいいと思ってしていることでも、自分が良くないと判断したら自分だけは絶対に染まらないというところです。そういうところで結構強い意志を持っていると思います。人に流されないというところですね。実際にウィンウィンの生まれつきの性質として、物事の本質を見ているというところがあります。表面上の事柄だけではなくて、物事の本質、これはいいことなのか悪いことなのか、社会的影響はどうなのかっていうこともちゃんと考えていて、自分の損得で動かないで本質を見ようとしている人です。ですからちょっと大げさかもしれませんが、人格が高尚というか、損得感情で動いていない、精神的に高いところで物事を判断している人だと思います。そしてこれはウィンウィンに限らずなんですけれども、私は勝手に K-POP アイドルの鑑定を自分の YouTube チャンネルでしていますけれども、それでいろいろ思うことがあります。まず一番先に思うことは、やはり K-POP アイドルというのはみんな若いですね。年齢的に10代で、もう早い人は小学生中学生ぐらいから練習生になったりして、もう本当に10代の人格が形成される時期に練習生になり、そこから例えば18歳ぐらいでデビューするという人も多いと思います。また18歳でなくても20代ちょっとでデビューしたりですか、まあとにかく若い人が多いです。
そして若い人というのはとても素直で染まりやすいという傾向があります。これはもう世界各国どんな人でもそうです。私はそういう若い人と一緒に働いてきたり仕事の場を共にしたりして思ったことがあるんですけれども、やはり素直で染まりやすい分、大人にコントロールされやすいというところがあります。悪い大人、搾取しようとする大人がいると、そういう人にうまく使われてしまうという、そういう傾向があるんですね。それは本当はそういうことはしてはいけませんし、大人がきちんと導いてあげるべきなんですけれども、そういう大人もいるということです。しかし、やはり若いと、そして人生経験がないと、それがいいことなのか悪いことなのか、大人が言ってきたことの善悪な判断というのがなかなかつかないという点があると思います。ですので、言われたことに素直に従って、良いか悪いかわからないということも多いですね。なので、私は K-POP アイドル大好きで、K-POP のレベルの高いダンス、歌も好きなんですけれども、その K-POP の業界の、K-POP 業界を取り巻く大人たちの、その若いアイドルたちを搾取するやり方ですとか、そういうのは本当に好きではありません。搾取する業界のシステムですとか、自分たちが都合のいいようにアイドルを使い捨てのようにするという、そういうのが本当に好きではありません。ですからそれは嫌なんですけれども、もうそれに関しては本当にそういうシステム搾取だけして、自分たち大人たちだけがいいようにするというシステムは本当になくなってほしいですし、またその中にいるアイドルの若い人たちも周りの大人の意見を聞いたりして、自分で善悪の判断ができるようになってほしいなと常々思いますね。これは余談にちょっとなってしまいましたけれども、そういう点ウィンウィンは純粋ですけれども洞察力があり、その表面上の物事の判断だけで しませんので、物事を表面上だけで判断せず、きちんと自分の考えを持っている方ですので、これからもそういうふうにしていってうまく大人に使われないよう、そして自分の思うようにと言いますか、自分が変な方向に行かないようにしていただきたいと なぜか心から思いますね。まあみんなに対してそう思うんですけれども、まあでもウィンウィンの場合はきちんと考えを持っている方ですので大丈夫だと思います。これはおそらくなんですけれども、ウィンウィンは子どもの頃きちんとしつけられてきたと思います。そういう感じがしますね。あとホロスコープ的にもそのように思います。そして考え方が公平な方ですので、たとえ身内ですとか家族恋人が何かいけないことですとか良くないことをした時も、それをかばうことはせず、きちんとそれは良くないよと注意ができる、そういう人だと思います。そういうところで身内びいきになって人をかばって、たとえ悪いことでもかばうと、そういうことはしない人ですね。そういう点で正義感があります。ここでウィンウィンのファンになる方の特徴というのを分析したいと思います。パターンがいくつかあるんですけれども、まず一つ目はウィンウィンのファンになる方のパターン1ですけれども、自由や冒険を愛するオープンな性格な人ですね。なぜかというと、ウィンウィンは自分の心をすぐには人には出しませんけれども、ウィンウィン自身も自由を愛して冒険好きなところがあります。ですから、同じような体質の人、同じような資質の人、そういう方もウィンウィンを好きになったり興味を持ったりとするのではないでしょうか。そういうわけで、ウィンウィンのファンになる人1番目は、自由を愛し冒険を愛する人です。2番目のウィンウィンのファンになる方のタイプですが、ウィンウィンと同じように表面的な綺麗事などにはあまり目を向けず、物事の本質を見る方、そういう方ですね。洞察力がある方です。そしてノリは良くないかもしれませんけれども、落ち着いている性格の方、このような方もウィンウィンのファンになるのではないでしょうか。やはり
自分のアイドル、好きなアイドルのファンになる方というのは2パターンに分かれると思います。1つ目は自分と似たような性質をなんとなくアイドルの内面に感じて好きになるというパターン、2つ目は逆に自分にないものを感じてこういうところに憧れる、自分にはないからこそ憧れるということで、そのアイドルの内面で自分にないところを憧れて好きになるパターンと、この大きく分けるとこの2つに分けられると思います。ですからウィンウィンのことを好きな方というのは、彼のような物静かでミステリアスな雰囲気ですね、それが自分には全くないので逆に憧れるという人もいるかもしれません。これからウィンウィンが今後もっと成功するにはどうすればいいのかということを勝手に考えてみました。まずウィンウィンにとても大切なのは自由な環境であるということです。あまりにもルールですとか規則に縛られるような上下関係が厳しすぎるという、そんな古い体質は彼には合っていません。ですのでまずは自由な環境、これがウィンウィンには一番必要です。そして陰湿な、まあ誰でもそうなんですけれども、陰湿で陰険な環境というのも良くないですね。足の引っ張り合いですとか嫉妬ですとか、そういうのが激しい環境というのもウィンウィンは耐えられません。なぜかというと自分にそういう陰険なところがないので、足の引っ張り合いなどに耐えられなくなってしまうわけですね。そのような自由でない環境、陰湿な環境ですと反発心が強く出てしまいます。そしてウィンウィンは新しいアイデアですとかオリジナリティを出すのがとても得意ですので、そういうものも思いっきり出せるような、そういう環境も必要だと思います。ですから今は SM エンターテインメントに属してそこで働いていますけれども、しばらくキャリアを積んだら自分で何かをやってみる、例えば自分だけで独立して YouTube チャンネルをやってみるですとか、自分の事務所をやってみるですとか、まあそれはね勝手な私の考えですけれども、そのように自分から自由な環境を作っていくということも実現できる方です。新しいことを作っていくという、そういうことができる運命ですので、今までの既存のシステムに乗っていくだけではなくて、自分から新しいことをどんどんやっていただきたいと思います。あとですね、ウィンウィンのこれからの心構えといいますか、もっとこうするといいよというのを勝手に言いますと、ウィンウィンは何かを始める前に考えすぎるところがあるかもしれません。しかしあまり考えすぎると良いことはないので、最初に感じたフィーリングですとか直感を信じていいと思います。もっと自分の直感を大切にすることを、もっと大切にすることができれば、きっとこれからさらに活躍できると思います。またウィンウィンはリーダー的なポジションですとか、独立して自営業として成功できる、そういう運も持っていますし、そういう実力もある人です。ですからこれからアイドルとして十分活躍した後も、また自分は自分という形で、違う形で物事を発信していったりですとか、新しいことを始めるということも十分できる、そういう素質がある方だと思います。以上です。ありがとうございました。